今回は2月22日の調整で降下時間が 8.3、8.7 周になった。顧問領下を紹介していくよ。指揮5でノーデメリット武力プラス5の号令だし、計略性能は高いけど、エアリティが顧問以外は武力プラス3になるとこや本人の勝機に突撃や制圧といった1コスキラに欲しいものがないのが欠点やな。また職には武力7以上の顧問が存在してないんやな。範囲の存在する号令デッキで最大武力6は現環境では厳しいし、ほぼ2色構築になると思うで。組ませる勢力としては連合号令の顧問尊君のいるぞ。顧問竜将と強化され最強優軍と化した優軍の職を入れる間、多くの復活部隊を入れられる軍友が候補かなと思っとるよ。それにしても顧問尊君というカードスペック自体は中島津君の解雇官なんやけど、今回の調整で紋章号令と無特務号令 SR 長将が強化されて、レアリティ正規第3副効果や特技を持たせることが強みなのなんか面白いな。
ざめ大いなる王の不覚を。僕らが協力すれば怖いものなしです。ドリア民ではなく兵を狙う。大いなる王の不覚を。あっちもこっちもにっちもさっちも。も間違っておる。共に戦った皆のおかげだな。
攻めよ。行くぞ。くぅ、胃が痛い。攻めよ。やるじゃねえの。ぬかったわ。ゴーグ解放。マンサー。ねえ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 。マイエ。マイエ。磨き、決戦に挑むのです。蹴散らせ。攻めよ。これはいかん。あとは任せたぞ、息子たちよ。ニッチもサッチも。くぅ、胃が痛い。降参するなら早くしません。ぬかったわ。見てますね。目がかすんできやがった。なんて勢いだ。争いは嫌です。準備はできたな。守るぞ。前へ。若者よ、蹴散らせ。意地悪な人を追い返しましょう。凡庄の意地見せつけてくれようぞ。なんて勢いだ。争いは嫌です。あとは任せたぞ、息子たちよ。もう出ようじゃねえの。ご視聴ありがとうございました。号令で数の暴力を押し付ける試合が得意なプレイヤーにおすすめできる性能になったと思ったよ。